こんばんは、岩田敦です。今日はですね、ちょっとこの問題を取り上げてみたいと思います。石垣のり子参議院議員と立憲民主党の参議院議員の方で、宮城県から選出されている方でですね、まだ1期目だということなんですけれども、ツイッター上でですね、この山本太郎さんとかが勉強会を開くと、確か馬淵さんと山本さんですねが、なんか主催する勉強会で、高橋陽一さんという方をですね、招くということ でそれに対してですね、非常にこう強く反発してですね、レイシズムとファシズムに加担するような人物を講師に呼ぶ研究会には参加できませんということを言って、で参加されなかったみたいなんですけれども、別に参加しない誰かがですね、自分の好きな勉強会に行くとか行かないとか、それは別に私は問題にするつもりはないんですよ。ただですね、人のことをですね、レイシズムとファシズムに加担するような人物というふうに言うのはですね、これは根拠を示せない限り、これ相当な悪魔と言って私は構わないと思いますね。例えばですね、日本共産党に所属している国会議員をコミュニストということは別に問題ないと思うんですよ。だけど、レイシズムとファシズムに加担するっていうふうに言ってますから、じゃあ例えばですね、高橋陽一さんがですね、日本ファシズム党とかにですね、入ってるんだったら、それはもちろん、ファシズムに加担するような人物というふうに言って、問題ないと思うんですけれども、レイシズムってのは人種差別主義のことですけれども、人種差別主義とですね、ファシズムって、まあ、この石垣さんという人がどういう考えでファシズムって言葉を使ったのか分かりませんね。ナチズムと言わずにファシズムと言ったところに何か意味があるのかどうか分かりません。ファシズムっていうのとナチズムっていうのは実はですね、まあ、ちょっと違うんですよね。ファシズムっていうのはイタリアのファシスト党がやった考え方でして、で、これにはですね、実は、あまり知られてないんですけれども、ナチズムの方が人種差別的なんですよ。ファシズムっていうのは、特にですね、人種差別問題をですね、こう前面に出してないんですよね。イタリアっていうのは、実はユダヤ人がですね、戦中ですね、ユダヤ人、ナチスがユダヤ人虐殺をやってる時に逃げた場所でもあったということがありましてね。まあ、その後ですね、まあ、ナチスから言われて、このイタリアでもユダヤ人をですね、こう迫害するようになりますけれども、でもですね、ファシズムっていうものの原理原則的に人種差別主義はないんですよ。だからレイシズムとファシズムっていうふうに言ってますけれども、このファシズムっていうのは何を意味して言ってるのかね、これは分からない。それからレイシズムっていうのも、これは人種差別主義ですけど、私ね、実は高橋さんとはですね、番組でご一緒させていただいたことあります。で、非常に数量的な考え方をされる方で、非常にですね、理系的な発想をされる方だなというふうに思いまして、全然ですね、レイシズムとかファシズムとかですね、匂いも感じなかったというのが率直なところなんですね。で、こういう方をですね、捕まえて、例えばね、数量だけで政治は分からないとかっていう批判なら、これはまあ確かに分かるんですよ。そういう批判なら、確かに数量経済とか、数量政策とかやってますから、その数量だけじゃ分からないっていう批判ならいいと思うんですけれども、主張もされてない、レイシズムとファシズムだっていうことをですね、一方的に国会議員が決めつけてですね、で、一人の人物をですね、そういうふうなことを、ツイッターで発言するっていうこと自体が、非常に暴力的なことであって、これはある種のですね、言論弾圧に等しいと私は思います。もしですね、私も知りませんけれども、もし私もですね、石垣のり子さんが、高橋陽一さんがですね、レイシズムやファシズムに加担しているという事実を証拠として出したんならね、それは全く納得できる話ですけれども、それがない、今に至ってもないんですよ。で、ないのにそういうことを言ってるっていうことは、これは一つの暴力だというふうに思わざるを得ないというふうに思います。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。